こんにちは、セナディレクターの佐伯です。今日は2023年オータムウィンターインディスペンサブルコレクション11月の商品紹介を行っていきたいと思います。もう早くもね、11月12月と残すところ、今回のコレクションもですね、あと2回となりました。11月はプチフールのね、柄が4から展開となっておりますので、ぜひ皆さんのお気に入りの一枚を見つけてください。今私が着ておりますのが、タイというバレリーナ、プチフールのブルーベリーです。前回のコレクションのようにブルーグレーみたいな感じのお色味だったり、白、水色みたいな青っぽいお色味のバラがね、重なり合ったファブリックとなっております。タイプ U バレリーナ、今季初登場となります。このスクエアっぽいバレリーナネックがすごくお体をとても綺麗に見せる形で、ここのね、涙型のね、部分も抜け感が出てとても可愛いです。後ろもね、スクエアになっております。丈がね、6分丈ぐらいですね。ちょっとお肘が隠れるもので、すごくね、フィット感のあるとっても珍しい形です。4カラー展開となっておりまして、こちらに着ているのがストロベリー、こちらがマロンですね。抹茶を着てこよう。今私が着てきたのが抹茶です。これかわいい。このプチフールは肌なじみがよくて、よくよく見たらお花でっていう、この抹茶もね、ホワイトだったりカーキ系のね、お色がノートありまして、このシリーズ全色欲しいかもっていうぐらいかわいい。次の形ご紹介したいと思います。私が今着ているのがタイプ W グレートフルプチフールのバーベリーです。めっちゃ繊細ですごい可愛いな。ライトピンクとこのグレーの、ね、混ざり合った、ね、感じがとても体も引き締めてくれます。でタイプ W ね、これも本当に大人気の形なんですけれども、ストロベリーにはホワイトのコアネットがついて、トリムのね、白になっております。今ね、ボディが着ているのがマロンちゃんなんですけど、マロンちゃんはですね、グレーのコアネットをつけているので、グレー味の強いお色になっていて、これも絶対可愛いなと思います。こちらがですね、ブルーベリーですね。でブルーベリーちゃんにはブルーみたいな感じのトリムがついていて、結構プチフールはすごい大人っぽい感じになりそう。なんか可愛い大人抹茶ですね。カーキのね、パワーネットを使っているので、骨血管があってね、すごくこれお色味可愛いと思う。このプチフールシリーズ全部可愛い。3型目ご紹介したいと思います。私が今着ておりますのが、タイプをスクエアプティフールのマロンです。グレー合わせでさっきのネタブレーと同じなんだけど、形がね、王になるんですね。ちょっと見え方が変わりますね。すごい大人っぽいな。なんか可愛いね。茶色とグレーとっていう、すごくいろんな色が織り交ざっているんですけど、くすみかかったお色なので、ほんと細身で効果のあるレオタードだなと思います。後ろもね、大人っぽい配色かもしれない。グレーにしています。これ本当に絶妙なカラーで、グレーなんですけど、茶色とグレーとなんか相まって、ちょっと水色が浮き出てるように見えて、トルソーが着ているのがタイプ O スクエアプティフール抹茶ですね。ボディは、抹茶グリーンで、お袖ポアネットの白ですね。こちらがですね、タイプ O スクエアプティフールのストロベリー。これは可愛くない？まあ、グレーのお花がやっぱり入ってるから、締め色ピンクだけど、とても大人っぽいみたいですね。こちらがタイプ O スクエアリフールのブルーベリーです。さっきはね、ブルー合わせだったんだけど、こちらホワイトにしてみると、結構抜け感が爽やかな印象になると思います。ということで、最後の形ご紹介したいと思います。私が今着ているのがタイプ JJプティフールのブルーベリーです。私プティフールシリーズめっちゃ好きかもしれない。ジュリエットのホワイト合わせで、今期ね、タイプ J ジュリエットは8月にね、最初に出して、2回目の登場になるんですけど、8月商品ともまた違ってとっても可愛らしいけど大人っぽい。やっぱしかも J ジュリエットはさ、ここのデコルテがすごく綺麗に見えるので、とっても私は好きです。でここがちょっとお肉を隠すポイント
て後ろもねこういった感じで、ジュリエットブラックシナの時も出てたんだけど、実はねそんなに可愛すぎないんだよっていうことでトライしてくださってる方たくさんいると思うんですけど、やっぱり可愛いカラーネご紹介すると、タイプ J ジュリエットジグルのストロベリーですね。これもすごい可愛いピンクのカラーネットでなんですけど、やっぱりこのグレーが効いてるよね。これがすごく可愛い一枚ね。プティフールの抹茶ですね、モカを合わせてるのでかなりおしゃれなレイヤーパーツになっていると思います。これも可愛いな。でこちらタイプ J ジュリエットのマロンですね。マロンちゃんこちらはグレーを合わせております。タイプ J ジュリエットはですね、キッズカールがございます。タイプ J ジュリエットプティフールのブルーベリーです。ブルーのこう濃淡のついたスカートもね、次のスカイブルーみたいな感じがすごく可愛いっていう。で抹茶ですね、これもねベイビーたちもすごい可愛い一枚になってます。こちらがマロンですね。すごく大人っぽくてホワイトのお色味をつけてるので子供は暗くなりすぎないようにしております。こちら、今トルソーが着てるのと同じストロベリーですね。やっぱもうこれは最高に可愛い。グレーが効いてて甘くなりすぎない感じがすごく可愛い。もうキッズガールはねジュリエットとてもおすすめなので、これぜひ着用してほしいです。今月はプチフル祭りということで、皆さんお好きな形を見つけてね。でチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。